25歳で50万持ち逃げされ、気づけば深夜ラジオのメインパーソナリティに。これを荒波と言わずして何というか。それではここで一曲、確かで荒波。勝ち負けじゃないところで僕たちは出会う。描いては消して繰り返す夢の跡は灰色になって僕の中にまた残る。計画通り計算通りを教え込まれていっぱいの明日。